モーキニヘイアウの石積みの壁モーキニヘイアウは、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島小原にある、ハワイ人のヘイアウである。小原歴史サイト終立記念碑となっていて、アメリカ合衆国国定歴史建造物として登録されている。モーキニヘイアウは、もともと480年に、クアモーモーキニにより、ハワイで初めてのヘイアウとして建てられたと言われる。 モーキニ家のカフナが代々交渉で伝える系譜によれば、建てたのは、ハワイへ最初に移住したと一般に言われる、サモア人ではなく、中近東のペルシャ湾から来た人々という。ハワイ語で、モーは、家系、キニバ、たくさんのの意味で、モーキニで、長く続く家系の意味である。その後タヒチ島から移住が始まったと言われ、1100から1300年、ゴロパオがハワイ人に、 独自の宗教をもたらした時の聖書となり、軍神空を祀るように再建されて、様々な石積みの遺跡がある。石は東へ1 8トル離れたポロルー渓谷からカバーウ、ハビを経て運んでいる。1962年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、1966年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。 以前はアリーのみが入場を許されたが、1978年にカフナの英断ですべてのハワイ人に解放されるようになった。モーキニヘイヤウから少し離れたところにカメハメハダ用の誕生地を示す石があり、二重の正方形の石垣に囲まれている。彼の母親はマウイ島で妊娠して、ここへ帰り、ハレー水星の下の1758年に彼を生みんだ。 モーキニヘイヤウで祝福を受け、彼を殺そうとする人々からこの辺りの人たちに守られて成長したと言われている。モーキニヘイヤウの近くにもう二つの小規模なヘイヤウがある。マフコナヘイヤウは、モアキニから9キロメートル離れたマフコナの丘で、ノースコハラの海岸を見下ろすところにあり、神ロノを祀っていて、夜の星と雲と風と海流で航海する人々を訓練した。 ククイパフヘイアウは、小原山地の中にあり、神カーネを祀ったヘイアウである。マフコナとククイパフも、モーキニと共に、ノース小原指定歴史建造物地区になっていて、クー、ロノ、カーネの三神を祀る三角形を成す、詔書になっている。モーキニヘイアウは、ビの町に比較的近い。ハワイ州道2 7 5号線から、ウポル空港へのアップルエアポートロードへ入り、 空港入り口から左へ未舗装道路を 2km 強いったところにある。正式の入り口は西側のオールドコーストガードロードにあるが、普段は鍵がかかっている。ハワイ島の北西宮でマウイ島へ最も近いところにあり、晴れた日には海を見下ろした向こうにマウイ島が見え、陶器にはクジラがかゆう、潮吹きをするのが見える。素晴らしい景色になる。ありがとうございます。